一緒にやってる。それがいい。そういうことですよね。<laughs> うん、はい、えー。今回もナノ探知です。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。はい、えー。女性があ、この人男らしいわ、と感じる瞬間について今回もお話していきます。人の意見を汲み取ってくれる。うんうん。 そんな一方的じゃないってことですよね。一方的じゃないってこと、うん。ちゃんと話聞いてくれる。話聞いてきてくれる。くれる。大事だと思います。大事だよね。大事。めっちゃ大事。うん、うんうんうん。あのー、とりあえず聞いたふりすること大事だよね。ふ <laughs> り <laughs> でもいいからね。<laughs> 大事ですよ。大事だよね。めっちゃ大事だと思う。あれでもやらない。<あ>うん。 それってどれだけ自分に注目してくれたかっていう証明、うん、裏付けみたいなことにもなるじゃないですかうん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 う大事んんうんんん大事何かか言っても、うん、いやそうじゃなくてから始まる人いらっしゃるじゃないですかはいはいあれなんかもう話したくなくなりませんす <laughs> <laughs> ーってシャットアウトします <laughs> ねねシャットアウトするよねめんどくさってす <laughs> ーってシャットアウトするあれ癖ついちゃってるもんね 確かに。そうじゃなくて。うんうん、<laughs> でもなんか、うん、あの、例えば男性はリードした方がいいとか、うん、男性発信で連絡した方がいいとか、うん、女性は誘われたいとか、リードされたいとかみたいなのが、うん、やっぱ、普及してるじゃないですか。うん、普及してる。うん、でもそれって、やっぱみんな みんな望んでるわけじゃなくてやり方もいろいろあってっていうのを結構無視してるものが多くてうんうんうんなるほどしたことだけにフォーカスしちゃうと「いや俺は誘った」とか「俺はごちそうしてあげた」とかあなるほどじゃあでもそれは女性が求めてたのかっていうところはやっぱ他人の意思を汲み取れるかどうかなんじゃないですかいやそうだよね うん、何食べたい何食べたいのか、うん、どこ行きたいのか何したいのかうん。これでもやっぱアプリのやり取りとかでもすごく出ますよね。それがある人。めちゃくちゃ出ます。超出る。ね、超出ますよね。うん、超出る。うん。なんか、お休み、例えばいつ遊ぶかを決めるにしても、 なんか、ちゃんと会話で、うんうん、え、なんとかちゃんは何曜日は休みなのとかで聞ける人いるじゃないですか。うん,うん。で、あ、土日です。あ、僕も一緒だから、じゃ土日にっていうふうに、こう、スムーズに行く人と、うん、なんか、僕は、ちょっと変則で、水日が休みです。うんうん。水日開けられますかみたいな人、極端に言うと、そういう人いるじゃないですか。<laughs> いる。ねいま,います、います。なんか、あれ、<laughs> あれ、まさになんかそれな気がするなうん。やっぱり、その、うん、なんだろう一人、一人の個人として、見ようとしてるかなんですかねうんうん、うん、あ、人と人を、人をってことか。そうです。なんか他の人とグループでまとめたりとか、あ、こういうタイプの女性だな、みたいなジャンル分けせずに、うんうん、この人はこの人っていう感じで向き合えるかどうか。うんうん、なるほど。知ろうとしてるってことか。 そう,そ,うそうです、そうです、そうです。確かに。他人の意思を汲み取れるかってそこじゃないですか。うん、うん。だって、誰もが本当のことは言わないもんね。そう。ね。<laughs> ね。わかる。そうですよね。うんうん、そこで結構分かれると思うんですよ。例えば、じゃあ、女の子だし、20代だから、ディズニー好きでしょって言って、誕生日プレゼントぬいぐるみとか <laughs> うん、うん。 男らしくなんかプレゼントしてくれたりとか、うん、女性が喜ばす行動をしてくれるっていうのも、うん、それってなんか世間一般の声を拾ってるけど、じゃあその子はそういうのを欲しがってたのかっていうところですよね。そうわかります、それは。<laughs> うん、なんか、そのデートで行くレストラン選びとかにしても、そう、高級であればいいとか、 夜景が見えるとこう、<う>ムーディーなところがいいだろうとか、でも、テラスがいい,ういうのちょっと無理っつっ、テラスがいいとかね。<laughs> 俺今あの、あれ思い出しちゃったな、黒ちゃん。あの、真冬に、真 <laughs> 冬にテラスを指定した黒ちゃん思い出しちゃった今最悪。最悪。寒い,寒い、寒 <laughs>、はい。いや、いや、だからね、でも、どっちかというと夜らその、肩こるレストランの方が嫌いな人の方が多いじゃないですか、こう特に日本人の女性って。うん。うんだから、ね、 ま、場面にもよるし。確からまず、本当ね、そうね。相手がどうしたいか。うん。自分のこれがいいだろうじゃなくてね。そう、ちゃんとコミュニケーションを取ってリードしてあげてほしいですよね。ね、そうですよね。うん。うん、うん。どうしたいこういうのが好きだろうなとか。で、女性もそこにはちゃんと協力しなきゃダメだと思うんです。ああ、今いいことまいま教えてあげるうん。そう。うん、あのー、 こういうのは好き、こういうのはあんまりっていうのをちゃんと教えてあげる。うんうんうん。めっちゃ大事だと思うんですよね。プレゼントもらって、え、こんなのもらったって言うてる場合じゃないと思うんですよ。ああ、なるほどね。そう。確かに確かに。4度 C もらったって言うてる場合じゃないぞと。そう、言うてる場合じゃない。こういうのが欲しいって言っとかないと。うんうんうん。そこコミュニケーションですよ、やっぱり。リードしてる、してくれるって期待しててもダメだし、うん。リードしてあげようと思って一方的でもダメだし。 普段からだって、こう、例えば、本当にその男性もその女性に興味があれば、うん。多分普段の会話とかで欲しいものとか、こう言ってるの分かると思うんですよ。そう。<あ>結構ね、散<あ>りばめてるんですよね。ねあ、こいつ、うん、もうこれ変えって言ってるなって答え出てたりするじゃないですか。<laughs> そう。<laughs> <ら>そうそう。ね、ね。だから、<う>で、結局でもそこを組み取れないってことは、うん。 その人に対して興味がないって思われちゃうから。ちゃんと見てくれてないってね。ね。うん、どんなに好きだとしてもね。本当に、そこが女性、その子が好きだとしても、そこがないとは、なんだ、見てくれてないじゃんってなっちゃうから。そう、プレゼントで結構出ますからね、それね。怖いね。これ、もうちょっと前に話すべき話だったね。<laughs> クリスマス前が良かった。<laughs> いや、だからね、<laughs> 女の子だってやっぱりその男性の経済力とかちゃんと見た上で無理がないものの中で欲しいものを伝えてるから、ちゃんとね。うん。うん。だから。じゃ次のバレンタインとかね、ねホワイトデーはね、うん、<laughs> これは参考にいい、ね、逆に言うとさ、逆に言うと女性は本当にそういうの聞いてるもんね。うん。はあどんなのがいいとか。うん。とか、なんかボソって言ったのちゃんと覚えてくれてたりする。覚えてる。確かに。うん。うん <laughs> でこっちが忘れてるのね。こ, <laughs> こっちが忘れて <laughs> 俺そんなこと言ってくのみたいな。でもそこはでも見習うポイントじゃないですか。ちゃんとダーツして覚えおいて<う>直前まで黙ってて。だから俺思うのがさなんか仕事とかデートとか何でもそうだと思うんですけど。 はい,はい。たたた、はい、セッティング来ました。これでどうでしょうかっていうのじゃダメだと思うんですよ。うん。なんか、その過程を一緒に決めてきゃいいわけで。確かに。ね。確かに。ね、そうしたらさ、じゃ例えばこういう仕事でもこういう風な形していきたいねっ、つって話し合いながら、ここはどうしたいどう思うって言って。うん,う,んうん。で、そうやって決めていって、完成するわけで。うん。いきなり設計図変えて、この通りにしていきますっていうのは、それ、あの、 アウトソージングっていうか、業者への依頼だからね。確かに。確かに。<laughs> 仕事じゃないもんね、それはね、うん。デートもご飯行くとこもそうだと思う。ね、これ美味しそうじゃない。うん、あ、本当だ。あ、見てみて。最近さ、私これ見たんだけどってなるじゃん。そう。<で><で>こういうの美味しそうとかね。ね、そうそう。自分が振っておいて、でも、相手もあれば見て、見せてくるし、で、そこに乗っかればよくって。確かに。何これ、めっちゃうまそうじゃんって。 じゃあ次はさ、ここに行こうよってなりますもんね。そう、なる、なる、なる。拾ってれば。なる、なる、なる。だから。もっとお店調べとくね、とか。うん。最高じゃないですか。そう、最高ですよね。それでいいんですめっちゃいいと思う。めっちゃいいですよね。うん。そういうに。それがすごい上手いリードの仕方だと思います。そうだよね。リードしてるって見えない、見せないというか。 ちゃんとコミュニケーション取って、そういうことですよね。二人で方向をちゃんと決めてるっていうのがすごいと思って、予約とかのところでやってくれるからしてくれるそう、そういうことですよね。で、やってる本人もリードしてるなんて思ってないですよね。だからそうそうですよね。一緒にやってますよね。そうそう。一緒にやってる。それがいい。そういうことですよね。それがいい。そうしました。一緒にやれる人になりましょうということです。はい。はい。今回は珍しくいい話できたんじゃないですか。 よかった,よかったタイミング <laughs> タイミング悪いですけどよかった、うんはい、というわけででは皆さんまた次回ありがとうございましたありがとうございましたご視聴ありがとうございましたぜひチャンネル登録お願いします